SDGs がやりたいことをサポートしてくれる SDGs は君をより遠くまで連れて行ってくれる乗り物なんだこれは気仙沼に移住し漁師さんが使い終わった漁具のリサイクルに取り組む加藤さんの言葉です海には魚を取るときに使った網が大量に捨てられていますそれらは 海海洋プラスチックとなって海を汚染しますまた投棄された網にアザラシやカメなどの海洋生物が絡まって命を落とすこともあります加藤さんはそんな漁網を回収し生地にして服やカバンを作ることを考えたのです私は学校の探究学習で海洋ゴミについて調べています インターネットによると海洋汚染海水温の上昇海洋資源の減少などさまざまなことが分かりました家族で近くの海のゴミ拾いに行った時にはあまりのゴミの多さに言葉を失いましたペットボトルや空き缶ホースや機械のかけら扇風機の羽までありました スーパーパ袋を数枚持って海に向かった自分の甘さを後悔しインターネットで見ていた世界が今目の前の現実として存在していることに衝撃を受けました何とかしたい私にできることは何だろうそんな時加藤さんの講話を聞いたのです 私は加藤さんに質問しましまた海のごみを減らすために中学生でもできることはありますかすると反対に加藤さんから「中学生でも」じゃなくて「中学生だからできることってなんだろう?」と問われたのです。はっとしました。例えば SDGs を今やっていることに当てはめる というより自分がやりたいものを後押ししてくれるものはどれか考えてみたらどうだろう私だからできること自分がやりたいことそうか好きなこと得意なことから始めればいいんだパッと視界が開けたような気がしました私は絵を描くことが好き 本を読むことや動画を見ることが好きそうだ海のゴミについての動画やパンフレットを作成しようそれをいろいろな場所に置いてもらい自主的なゴミ拾いを呼びかけようこの考えを先生や友達に伝えるとゴミ拾いを実際にどのくらいの人がしたのか分かるといいね大人に興味を持ってもらうには。 どんな内容にするのと参考になる意見をもらいやる気が高まりました私は地域の伝承館で語り部をしているのですがその活動の中で「中学生が真剣に語る姿に胸を打たれた」「自分の子どもの未来を考えるようになった」という感想をいただいたことがあります。 同じように海の豊かさを守るために中学生の私が学び考えたことを自ら発信することに意味があるそれを世界の目標である SDGs と関係づけることでより多くの人に伝わり可能性が広がっていくそう気づきましたどんなに大きな問題でもその解決の鍵は 一人一人の小さな行動にありますゴミ拾いも特別なイベントではなく例えば散歩のついでに家族とのレジャーの合間に月1回の習慣になど生活の一部に組み込むのはどうでしょう私はこれからこの提案を自分の言葉で自分なりの方法でたくさんの人に 伝えていきたいと思っています私だからできることがきっとある